はいどうも、2021年映画鑑賞1000本チャレンジ中、みちごでございます。ようそろー本日5月14日、もう待ちに待ったね、ゴジラ大コング公開って、の予定でしたが、コロナ禍による緊急事態宣言で、公開延期、コロナウイルス、ワクチンで、ね、世間はね、大変混乱しておりますが、ゴジラ界隈でもその余波が来ております。でゴジラ大コングのため、本日を休みにしていた方もね、多いと思いますし、自分もね、休みで、まあ、映画館に見に行って、今日ね、レビュー動画上げるつもりでした。でその一方で、公式ショップでは、ね、先走ってネタバレね、やらかしていてね、もう切手の木、吉野の陽、田んぼの谷、濁点、巨大なるマシンはまだかとね、もう混迷をね、極めておりますが、まあまずは落ち着けとねなんでね待ちましょう。なので今日はね、ゴジラ対コング見に行けなかったんですが、でも代わりにね、今日ね、こちらが届いてたんですよね。じゃーん、キングコング対ゴジラ 4K リマスター、UHD ブルーレイプラス 4K リマスター版ブルーレイの2枚組、まあ、Amazon 限定で、ね、おまけもついております。で、こちらの作品ね、1962年に公開されたゴジラシリーズ第3作目にして、ゴジラシリーズ歴代最高の1255万人動員した、もうシリーズ屈指の大人気作ですね。それが2016年に日本映画専門チャンネルとスカパー 4K 総合で、放送された 4K デジタルリマスター版が5年経てね、ようやくね、UHD とブルーレイになったので、今日はね、ゴジラ検定、初級中級取得の公式認定のゴジラマニアだよね、ある、みじこがね一応配給デビューしていきたいと思います。頑張ります。まあこちらからね、紹介したいですが、まずはね、Amazon のね、おまけからいきましょうか。まずは、まあ今日公開予定だったゴジラ対コングのステッカーですね。まあ、これはね、シールになってますね。で、こちらがビジュアルシート、まあ、A4 サイズの、まあ、なんか上質の紙でできたポスターになってますかね。で1枚目が、あ、ちょっと裏切るか。1枚目が、キングオブダイゴジラの、ねものですが、まあ、クライマックスをね、熱海城を、ねまあ、ぶっ壊すシーンですね。で2枚目は、あこれは今日公開予定だったゴジラ大コングの、ねものですね。おじゃこうすると59年というね、まあ、時を経て、まあ、1962年、公開で、ね、で2021年公開ということで、ね、まあ、59年というね、まあ、時を経て新旧のキングコングとね、ゴジラの対決を拝めるっていうのもね、いいですね。まああとちなみにね、最近 Amazon ってね、こういうなんか袋でね、送られてきてね、で梱包がちょっと甘いんでね、まあ、商品が期日かね、まあ、不安でしょうがなかったんですが、あでも今回のはね、こっちのダンボールでね、来てくれたんでね、まあとってもね、良かったですね。でそして、メインのね、パッケージですが、表がね、もうゴジラ、もう金ゴジがドーンとね、もう顔のアップでね、デザインされていて、もう大変迫力がね、ありますね。で裏はね、まあこうして帯にね、隠れてましたが、このようにね、キングコングがね、デザインされてましたね。まあ、こちらも迫力がもう大変素晴らしいですね。もう白目、ですからね、もう怖いですね。で、こちらね、目がね、いってしまいがちですが、帯にもね、注目してもらいたいですよね。まあ、こちらですね、東宝創立30周年記念映画、そして、東宝スコープのロゴ。で、ここに、監督の本田志郎監督の名前。で、ここに、徳井監督の円谷英二監督。で、音楽の伊福部昭先生とね、まあ、オープニングのスタッフロールがね、そのままね、掲載されているんですが、その中でもね、注目してもらいたいのが、ここのね、美術監督のね、渡辺明先生が入ってるってのはね、もう大変嬉しいことですね。まあゴジラをはじめね、アンギアス、でそして、ね、この作品のキングコングで、モスラ、ラドンで、キングギルラとね、もう数々の人気怪獣やオリジナル兵器をね、デザインされた、もう東宝特撮においても、もう大変重要な方ですからね。で確か昨日ですかね、5月13日がその渡辺明先生のね
お誕生日だったそうでね。まあ、それね、ツイッターで知ってね。まあ、このタイミングで、発売されたっていうのもね、いいですね。で、あとこの背拍子もね、すごくかっこいいんですよね。まあ、この太さといいね、大きさといいね。なんか、VHS をね、彷彿させてくれてね、ワクワクしますね。で、あと、この高さがね、これ、DVD と同じサイズなんですよね。まあ、普通のね、ブルーレイのサイズがね、こちらなので、まあ、でかいですよね。まあ、普通のブルーレイのサイズに合わせるやーと思いたいんですが、まあ、今回は許します。なぜなら、ブルーレイと一緒にね、ブックレットもね、ついてるんですよね。中はまずメインから行きましょうか。こちらが中のね、トールケースです。まあ、デザインはね、先ほどのビジュアルシートとね、同じ、まあ、熱海城をね、挟んで対峙するゴジラとコングのね、まあ、クライマックスのシーンですね。まあ、この後ね、二大怪獣によって、熱海城はもう無残にもね、破壊し尽くされてしまいますけどね。で、裏側はね、こうなっております。で、中はね、まあ、こうしてね、二枚組となっております。で、ゴジラの方が、UHD のね、ブルーレイで、コングの方がノーマルのブルーレイとなっております。で、映像特典が、まあ、UHD の方が予告編特報が4種類入っております。で、ノーマルのブルーレイの方はそのね、予告編4種類に加えて、静止画のギャラリーとあと東方チャンピオン祭りのね、まあ、カットされたバージョンのキングコング対ゴジラがね入ってますね。まあ、ちなみにね、東方チャンピオン祭りではキングコング対ゴジラね、2回ね、上映されてるんですよね。まあ1回目は確かね、1970年の3月で、で、2回目は1977年の3月ですね。で、ちょっと持ってきたんですが、こちらが1970年3月の東方チャンピオン祭りのパンフレットで、キングコング対ゴジラね、同時上映で、巨人の星、アタックナンバーワン。で、そして、まあ、なんかこれね、アンパンマンの柳瀬隆先生のね、原作の、優しいライオンというね、アニメで、まあ、これらが同時上映ですね。まあ、この辺見るとね、なんか時代を感じますけどね。で、あと、こちらが1977年3月の東方チャンピオン祭りのパンフレットで、同時上映が、巨人軍物語で、漫画日本昔話。これはなんか懐かしいですね。で、やったな。で、あと、なんか、バンキットっていうね、なんか、センターもののシリーズですかね。ちょっとこれ知らないですけどね。で、これらが同時上ですね。で、ちなみに、東方チャンピオン祭り版の、キングオブ対ゴジラね、まあ、74分なんですよね。まあ、97分のオリジナルに比べて23分も短いんですよね。で、あと前のね、ブルーレイの方に、ね、ついていた豊富な映像特典やね、あと藤木優さんとね、あと本編監督助手の梶田浩二先生のね、コメンタリーは、こちらではついていないので、まあ、前のね、ブルーレイも手放せないですね。で、そして付属のね、ブックレットですが2冊もね、ついてるんですよね。いや、もう素晴らしいサービス精神ですね。で、1冊目はね、画家の駒崎茂先生が1991年に描かれた漫画がね、掲載されていて、まあ、このブックレット自体が漫画本とね、なってましたね。で、映画のものとはね、まあ、展開、セリフをね、まあ、微妙に変えていて、まあ、ちょっとね、違うものとなっていますが、まあ、でも、ほぼね、映画の内容に沿ったものとね、なってましたね。まあ、これもね、大変貴重な、ね、ものですが、2冊目もね、これはもうかなりね、すごいものとなってましたね。未公開写真集ですね。で、こちら、先ほど紹介した美術監督の渡辺明先生がね、撮影していた今まで未公開だった写真が掲載されているんですが、もうこれはすごい。もうファンからしたらもう涙もの、もう号泣ですわ。もうで、しかも全てカラー写真でね、載ってるんで、これはすごい。すごいとしか言いようがない。もう語彙力を失っちゃいますね。まあ、個人的にはね、もうゴジラを落とし穴に落として、で、ガスで、ね、窒息死させようとして、埋没作戦をね、穴
まあこれがね、なかなかのね、深さだったというね、まあ知れたというね、ことと、あとゴジラがね、巨大仏像とね、らめっこしてるっていうね、写真があったんですが、なんかこれは破壊しようとしてるのか、でもそのままね、通り過ぎようとしてるだけだったとかで、まあ本編にはないね、カットなんでね、わかんないんですが、でもこういうのも撮ってたんだっていうね、もうまあ撮影してたんだっていうのも驚きでしたね。であとミニチュアのね、広さもね、まあこういうのもね、本編ではね、分かりづらい、ところもこうしてね、こうしてね、写真でね分かったっていうのもね、感動的でしたね。まあこういうね本にもね、載ってないもう大変ね貴重でね若くするようなね、写真集になっているんで、まあ、これは大変ね、素晴らしいですね。まあ、これだけでもかなりね、価値がありますね。で肝心の本編ですが、まあ、一応ね、旧ブルーレイともね、比べてみたんですが、でも比較するまでもなかったですね。もう何十回やってなりましたね。こんなに綺麗になるもんなのってもうびっくりしましたね。まあ、でも UHD の方はね、見れてないので、まあ、ノーマルのブルーレイ、まあこちらね、2K、ダウンコンバートなので 4K ではないんですけども、それでもうわーっと、いやーこれはすごいもう59年前の映画に見えないっていうか、もうほんと1962年にもうタイムスリップして当時、もう映画館で見てるような、まあ、そのくらいのね、もう気持ちにさせてくれる、もう本当感動すらね、覚えましたね。まあ、特にゴージャの皮膚感もそうですし、キングコングもね、まあ開幕映像センスがね一本一本ね、植毛した高級品のヤクの毛の毛並みもね、大変素晴らしくね、表現されてますね。まあゴージャはね、燃やされて唖然とするね、にも気持ちがね、分かるほどですねもうで、あと全体的に、明るくなっていてね、島倉藤本先生のね、ホリゾントもね鮮やかになってましたね。もう本当空がね、青かったですね。であと旧ブルーレイではね、黒く潰れていて、分かりづらかった夜のシーン、まあ、特に大ダコのシーンもこちらでははっきりくっきりでしたね。まあ、特にタコの息の良さがもうはっきりと分かりますね、であとこれはね、気づかれてますとかね、まあ自分はもう 4,5 年前に、まあ、他のね YouTuber さんが言われてて、あそうなんだと、それで、初めて、知ったんですが、まあ、それがキングコングをね、風船で浮かせるっていうシーンで、キングコングに鋼よりも強く、キネイトよりもしなやかの、ね、ロープを取り付けるっていうところで、コングの腹の上で、作業している隊員をアニメーションでね、表現されてるんですよね。気づいてましたかね。もう自分はまあ VHS のね頃から何百回とね、キングコング第5次は見ていますが、言われて初めて気づいてちょっと恥ずかしくなりましたねまあ隊員というよりかはなんか幽霊みたいなものがなんかニュルニュル動いてるなっていう感じなんですよね。でもこれはね、リマスター1ではねもうはっきりくっきり分かりますねまあでも VHS だったらもう絶対まあ潰れてても絶対わかんないだろうなと思うんで、まあそれはしょうがないですねということで、ゴジラ対コングの代わりに 4K のキングコング対ゴジラのブルーレイの開封レビューでした。まあお値段はかなり張りますがまあその分、今まで見たこともないもう全く新しい、キング対ゴジラね、ご覧いただける、でもう一度リセットされて、新鮮な気分でまたキング対ゴジラね、楽しいこと受け負いですので、まあ、興味がありましたね、ぜひ買ってみてください。であとね、今後ね、どんどんね、昔のゴジラシリーズ 4K リマスター化がね、やっていくみたいですね。まあ、最近だとモスラ対ゴジラね、4K リマスター版が放送されて、であと 4K 化のね、作品の中に、大好きなね、ゴジラ対ヴィランテもね、入っていたので、まあ、これもね、見るの楽しみですね。まあ今度は早くね、ブルーレイ化してほしいですけどね。まああと個人的にはまあゴジラシリーズがないんですが、こちらはね、地球防衛軍もね、ぜひともね、4K リマスター化して、ブルーレイ化してほしいですね。いやお願いしたいですね。まあ今ね、ゴジラ対コング、そして、テレビアニメの、シンギュラーポイント、そして、過去作の 4K 化とね、ゴジラがもう大変熱くてね、大変盛り上がってますし、でそこで、腰に寝てこちらマニアとしては大変嬉しい限りです。まあではまた。